何としたことじゃ。なぜキャノンが発射せん。一体何が起ころうとしてるんじゃ。これはわしのじいさん、ジェラルド・ロボトニック。何なんだこの信号は。誰か来る。お前まだ諦めてなかったのか。もう終わりよ私たち。なんだって。今さっき連絡があったの。この頃にすごい勢いで地上に接近してるらしいわ。ただこのままだと激突するわよ。なんだこの映像。これは全人類に対する死刑宣告だ。私の計算に狂いがなければ27分53秒後アークは地上に衝突し、お前たちは世界の音も消えてなくなった。7つのカオスエメラルドが揃うとき、私はこの復讐計画がスタートするようにしておいた。プログラムはすでに不可逆だ。私から全てを奪った愚かしい人間どもよ、私と同じ絶望を味わうがいい。他に残すべきメッセージはあるか。ありません。構え。ねえ、何なのこれ。誰なのこの人。7つのカオスエメラルドが揃う時。プロフェッサージェラルド・ロボトニック、世紀の天才科学者と謳われたわしのじいさんじゃ。なんだ、やっぱりお前のせいか。今すぐやめろ。さもないと。それができるくらいならとっくの昔にやっておるわ。説明してくれ。往生際の悪いハリネズミめ、やはり生きておったのか。あんなもんよりナッコウスの動かすシャトルの方がよっぽどスレベンだったぜ。何。わしが手に入れたじいさんの日記じゃ。わからない。どうしてこんなことになってしまったのか。究極の生物を生み出そうなどという考えがやはり間違っていたのだろうか。あの日コロニーに現れた軍隊、目的はおそらくプロジェクトの抹消だ。諸の仲間たち、愛しい孫娘マリア、どうか無事でいてくれ。プロトタイプを封印するためか、コロニー全域が閉鎖された。パークの閉鎖は表向き事故として発表されたようだ。事故の犠牲者の中にマリアの名前を見つける。私は全てを失ってしまった。もう何もない。何も考えられない。復讐以外の何も。恐ろしい。一体私は何を考えているのか。誰か。オリジナルのデータをもとについにシャドウを完成させた。記憶のコントロールも完璧だ。全てをシャドウに託す。後世に望むものあらば、あれを目覚めさせよ。世界に絶望を望むなら。それで
あの基地からシャドウを暴走するカオスエメラルドのエネルギーを得て、エクリプスキャノンのコアは巨大な爆弾のようになっておる。じいさんの言う通り、このままコロニーがぶつかったら地上は塵一つ残らんぞ。あのマッドサイエンティストめ、それあんたのことでしょ。とにかく早くコロニーを止めなきゃ。おそらくコロニーの推進力もカオスエメラルドの力によるものじゃ。まずはその暴走を阻止せねばならん。でもどうやって？たった一つ方法があるわ。あんたの宝石よ。あんたあの時言ってた、マスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を抑える役目があるって。確かにこいつを使えばこの暴走を止められるかもしれない。カオスエメラルドの反応はコロニーの最深部に移動してる。もう間に合わないよ。いや、わしら全員が力を合わせれば最深部まで最短ルートを通っていけるかもしれん。ことなら誰にも負けはしないさ。よし、作戦スタートじゃ。
ガラクタのようじゃな。間違いないでも。
Yes! Not my day. もう、いつも私だけのけものなんだから。あれはシャドウ。ダメよエミ、みんなだって頑張ってる。私も何かやらなきゃ。お願いがあるの、シャドウ。みんなを助けてあげて。これは全て僕が望んでやったことだ。お前たちを助ける理由などない。助ける意味も。意味ならあるよ。確かにあそこでは毎日争い事が絶えないし、あのおじいさんが言った通りわがままで自分勝手でバカな人間ばかりかもしれない。でもみんなあそこで生きてんだよ。一生懸命生きて頑張ってる。いつかみんなでもっと幸せになろうって頑張ってる。それだけでもあの星の未来を信じる意味があるわよ。だからお願い、あの星に住む全ての人たちにチャンスを与えてあげて。その可能性を奪わないで。シャドウ、私の代わりに、いつか必ず、あの星に住む全ての人たちに、幸せになるチャンスを与えてあげて、みんなの未来を、まだ、シャドウならそれができる。きっと、あなたは、そのために生まれた。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホーク。マリン、彼女が本当に望んでいた。シャドウ、行こう。彼女、君の願いを叶えるために。神殿そのまんまじゃないか。おそらくカオスエメラルドの力を引き出すために真似て作ったんだろう。私から全てを奪った愚かしい人間どもよ。私と同じ絶望を味わうがいい。私が全てを奪った愚かしい人間どもよ。私と同じ絶望を味わうがいい。こいつはまさか封印されたはずの究極生命体プロトタイプ。ここは僕が引き受けよう。シャドウ、お前、僕が奴を引きつける間にカオスエメラルドに走れ。
失せろ醜いサンプル。行うものそは七つのこと。混沌の力、力は心に降りて力たり。抑えるもの、そは混沌を進めるもの。頼むマスターエメラルド、カオスエメラルドを止めてくれ。
け物め、パーティーは終わりだ。シャドウは彼は本当にジェラルドが作った復讐の道具だったのかしら。奴は奴さ、命を懸けてあの星を守ったハリネズミ、シャドウザ・ヘッジホークさ。そうね、幼いわしにとってじいさんはまさにヒーローじゃった。子供心にいつかはじいさんのような科学者になることを夢見たもんじゃ。じゃあな、じいさんは本気でわしらを滅ぼしたかったんじゃろうか。さあね、ただ言えることは僕たちはやったってことだよ。そうじゃな。どうすんだお前、まだエメラルドを追いかけ回すつもりか。やめとく。なんか苦労の割に儲けなさそうだし、それに今回は宝石よりもいいものが手に入ったから、それでチャラにしとくわ。なるほど、作られた究極の生命体か。どうしたのソニック。いや、なんでもない。さあ帰ろう、俺と同じ青くて丸いあの星に。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホーク。